特殊勤務手当は、日本の公務員に支給される手当の一種である。この手当は、著しく危険、不快、不健康または、困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上を特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を法級で考慮することが適当でないと、認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給されるものである。 本校では以下原則として国家公務員の例について述べる。国家公務員の特殊勤務手当は一般職の職員の給与に関する法律第13条に基づき支給される。ここでいう職員とは国家公務員法第2条に規定する一般職の職員を指す。支給に関し必要な事項は給与法第13条第2項に基づき人事院。 規則9から30がこれを定める。種類については、規則第2条がこれを定める。さらに、具体的な運用については、人事院の通達である、特殊勤務手当の運用についてがこれを定める。特別職の特殊勤務手当は、別途定められているが、支給額はほぼ人事院規則と同等である。地方公務員については、各地方自治体の条例がこれを定める。 独立行政法人については、各独立行政法人の長がこれを定める。規則においては、第1項に支給する職員の範囲を予備勤務の内容が、第2項で支給額が定められ、第3項以下で例外規定が置かれる形となっている。業務の内容については、概ね表題の通りである。規則第33条において、一定の手当について、 作業時間が4時間未満の場合、手当額を100分の60とする規定が設けられている。給与の支給方法により支給する。支給に際して、各庁の庁は、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を作成し、かつ、これを保管しなければならない。規則第32条第1項は手当を支給しない、場合を、どう 第2項は手当を請求しない場合を定める。詳細は各地方公共団体の定めるところによる。ありがとうございます。